じゃあ、あと40日だし、そうだな。医術もう一回行くか。あー、今回で完璧取りてえな。行くぞ。2、あー、これはいける、いけるんだ、いける、やらせてくれ、頼む。あー、あと一回。くそー。完全。あー、今の惜しかったなー。マジかよー。あ、これ病気にならないと治療してくんねえのか。ちょっと今の悔しいなぁ。いけたなぁ。次はいけそうだな、でも。で、あ、そうだ。本拳帰還する前に、そういえばね、こう、本城に、ね、居城にいる連中とは仲良くしてるけど、それ以外のさ、拠点の城主と仲良くしてねえなと思って。そう、何気に一徹とか、まだ全然仲良くしてないから、こういうのにちょいちょい会っとくか。札集めも大事だしね。で、武家宅には誰もいないよね、ここ。あ、いるのか。あ、としみついるじゃん。あ、そうだよな、みついているからな。いかっちい顔してんな、おい。としみつは仲良くしときたいね。あ、でも、そんなでもない。あら、買いかぶりすぎたか、俺。としみつを。斎藤家臣、通称蔵之介と、主家滅亡後は光秀の家老となり、本能寺の変や山崎の合戦に従軍。明智軍の中核として奮戦するが、敗戦を捕らえられ斬首。そう、春日局の親父ということだな。しかしなんか意外に低かった能力。びっくりした。で、定道庵の息子か。どうしよう、一徹と先に仲良くしとくか。あ、そうそう、一徹思い出したけど、あれですよ。結構前に、稲葉一徹の、頑固一徹の一徹の語源はこの稲葉一徹って話をしたら、漢字が違うとか、違うんじゃねみたいなコメントがいろいろありましたけど、一徹、頑固一徹の一徹っていう、一つに、徹するっていう漢字の一徹の語源はこの稲葉一徹らしいですよ。ウィキペディアで書いてありましたので。で、茶嫌いかよ。ああ、じゃあどうしよう。こいつらとも仲良くしとくか。としみつ。としみつそんなでもなかったか。ちょっと残念だな。まあ、お茶嫌いそうだしな。よし、まあ今日はこんなもんか。よし。お、あっぱれ。いや、あれ楽だね。城の補修はね。ミニゲームさえミスらなければ、あっぱれが楽に取れると。で、ミニゲームもね、建築はだいぶ上手くなったことだし。お、小粒金。ありがたい。もう、なりまさ、いいよ、出てこなくて。お前もうアウトオブ眼中だよ。お、やっと坂本城攻めか。だいぶ調略とかの期間が長かったな、今回は。まあこれで南近江六角家もラストだろうから。浜松城から援軍。いいね。まあでももう今回は長政でいいよ別に。まあ前回のスパイラル戦ではね、かなり浅井家は役に立たなかったんですが。まあ結果としてね、ちゃんと勝てたんで。ああ、もう京都目の前じゃん。とりあえずいかにこの門を壊して勲功を稼ぐかと。そういうことだな。いつも通りだね。定秀がいるな。まだ氏里とかはまだ全然いないよね。三井でのグラフィックが出るたびにちょっとなんか、あれだな、嫌だな。あんまかっこよくない。まあ俺が言えた感じじゃないけどね。秀吉もそんなにかっこよくはないんだが、なんか違和感がすごい。急に変わるんだもんだって。もうちょっとなんかやんわりと変わってほしいわ。ちょっとずつ兜がずらされていくみたいなグラフィックが。兜がちょっとずつ上にずり上がっていって、で、最後ポロって出るぐらいの感じにしてほしい。そうすることで、こう、ね、なんか、あ、俺今出世してるなっていうのを実感できるみたいな。秀吉の場合も、こう、鉢巻きが上にちょっとずつずれていって、取れたら、ようやく出世みたいな。モグラ攻めでそろそろいけんじゃないか。今張り付いてねえもんな。試してみるか、モグラ攻めの威力ってもうね。モグラ攻め。
やってみよう。多分落とせる気がする。こんぐらいだったら。どうだ？ガンガン。あー！これはちょっと、あー、ちょっと過信しすぎたな。くそー。あ、援軍来たか。完全に過信したフロイスの力を。いや、フロイスはね、いけるっつってたんですよ。あの坂本城の二の丸、坂本城の大手門レベルだったら6割ぐらいあったらいけますよみたいなことを言ってたんで、ちょっと信用してしまったな。あんな変な外国人の言うことは信用しちゃいかん。まあでも今回は楽勝ですな。うん、誰だ今。あ、でも甲賀衆来ちまったか。俺の外交は完全に意味がなかったということだな。お、今回は真面目に戦うっぽいな。いつもはすぐ刺さってね、引っ込んじゃうんだけど。まあ、今回これ負けたら滅亡っていう、ね、お渡し気な感じなんでね。まあ、それは本気にもなるでしょうよ。うん。まあ、でも敵のメンバー的にね、そんな大したことはないという感じだな。うん。忠勝騎馬か。やっぱ騎馬似合うな、忠勝。かっけえな。で、榊原康政、大久保忠世。あ、渋いメンバーだな。いいな。あ、そう、騎馬で思い出したけど、風林火山、取ろうぜ的な、感じが、コメントがあったんですけど、多分取らないです。ちょっと待てよ。あ、どうしよう。山の上登りたい、けど、剣士でも使うか。うん、風林火山一周目でね、使ったから、あんまり取りたいなーという気はしないんで、まあ、上杉家の方の、なんか、毘沙門天かなんか、知らないですけど、上杉家の方にもあるらしいので、ちょっとそっちをね、取っていこうかなと、思います。まあ、取るとしたらね、上杉の方も取らないかもしれないけど、うん。まあ、そういう感じですな。で、どうしよう。つか、大将はどこ行ったの？こいつか。あ、違う。あ、こいつか。これまた大将を狙いやすそうな感じだな。まあでも、一人ずつ潰していくけどね。勲功も欲しいし。うわ、忠勝、凄まじいぞ、本当に、今回の勲功。ちょっと徳川家の方の勲功を覗いてみたい感じになるな、これは。出てきたね。渡れるじゃん。渡るか。こっちで待機しとく。お、お、取った。よーし、取った。いい位置取ったもんな、これは。よーし。まあ、楽勝だったな。で、また自分の柵のせいで逃げられなくなってたよな。柵職人だもんね、あいつ。柵し柵に溺れるっていうのは、面白いコメントがありましたね、前回。本当に柵大好きなんだから。よし、今回はなかなかいい勲功稼ぎになったな。よし。六角形滅亡と、これでいよいよ上洛か。あー、なんか長かったなぁ、六角形イベント。うん。いやー、しかし、まあさすがに次上洛で詰まるってことはないでしょう。三好三人衆がやたら強えみたいなことはないと思うんで。そうだなぁ。まあ気楽に医術でも上げに行くか、また。懲りずに。こうしている間に足軽とか霊峰とか水軍を上げろっていう感じなんだろうけども、ちょっと、技術が悔しすぎてね、どうしようもないんですね。ちょっと京都を取るまでに技術を極めたい。なんとかして。そして開業させてくれ。でもさっき行けそうだったから今回行けるんだって。行ける。ちょっとめっちゃ簡単なの出してくれ。頼む。ここまで仲良くなったんだから。ああ、またあと一個。
そ。ちょっと、もうマジで。マジか、これ一回しかできねえんだよな、しかも。日数的に。何日かかるんだっけ、これ。30日かかるのか。技術、厳しいな。あと20日。20日じゃ何もできんわな。ちょっと、今のうちに菊亭春生と仲良くしとくか。うん。茶席と。よし。これはちょっと仲良くしとかないとまずいよね。うん。でも帰るか。あ、酒あるじゃん。これいいんじゃないか、チンダッシュ。おー、やっぱり。酒好きか、いいね。これはぜひ友達になりたいな。あと、清水にはなんか、適当に金塊でもあげときゃいいんじゃないか？あ、茶席だ。ちょ、間違えた。つい癖で茶席のところに合わせてしまったな、カーソルを。まあ、いっか。ん？よしよしよし。まあ、こんなもんか。他の城も回ってみようかな、ちょっと。結構いろんな武将がね、何気にちょいちょい入ってんだね。利光いるとは思わなかったもん。忘れてただけだけどね。あとは、ここ信長でしょ？これなんか一覧で見た方が早いのかな？あの、拠点一覧みたいな。拠点で、あ、そういえばさ、勢力図見てくれっていうのがあったね。そういえば、秀吉プレイ始めて一回も見てないから、うん、ちょっと見とこう。まあ、おだけはこんな感じと。まあ、ちゃんとね、史実通りに進んでるね、これ。綺麗な感じでね。まあ、イベントもね、着々と進んでるから、悪くないな。で、こっち、今川家は滅んで、うん。北条、武田、徳川に食われたと。まあ、こっちも概ね、ね、普通に歴史通りというか、いい感じに進んでる感じがするね。あとはどうなんだろう。どの辺が見たいんだろうな、主に。この、機内の様子とか。まあ、本願寺も普通にいて、うん。で、三好家が広くて、まあ、そうだな。毛利家も広い。確か、龍蔵寺滅んで、大友が台頭してんのかな。まあ、おおむね普通って感じですね。うん。その他はいいでしょう。わかりづれえもん、この地図。で、拠点だけど、織田家の城を見て、で、信長じゃないやつをチェックすると。結構城の数多いからな。これ、今言ったとこでしょ？あ、名古屋城林ですから。名古屋城ね。あ、こんだけか。委任されてんのって。じゃあ名古屋城行ってみるか、試しに。名古屋城。なるほど。こんなとこにいるわけか。誰かいるかな？あ、なんだ、秀貞だけか。うん。藤吉郎ではないか。あんまり仲良くする価値はねえよな。かなり喜んだ。まあ、いっか。あと一回来たら多分、これもう、札くれんじゃない？あ、そうでもないな。52歳か。追放イベントあるのかな？はてなからはてなだもんね。うんうん。まあいいや。そんなに役に立たん人材だけども。まあ札集めの一環だな。うん。よし。まあこんなもんか。で、ちょうど表情だね。さあ、イベント来るかな。ん？上洛であると。あ、山城攻略するんだね、もう。ああ、二条城。一気に攻めるんか。二条城、さっき見た感じだと、三好家だよね、やっぱ。うん。まあ、これはもうサクッとね、三好三人衆追い出しちまいましょうよ。よし。お、半兵衛、久しぶりの出陣じゃないか。浜松から援軍。もう京都だと浜松は結構、遠いかもしんない。あ、でもそうでもないか。国二つ離れてるけどね。うん。よし。
上洛やな。しかし記念すべき上洛やっていうのに軍団長勝家なんだな。親方様自ら来てほしいもんだけど、まあいいか、うん、まあね、ここでサクッと訓告立てちゃいましょうよ。俺も早いとこ過労ならないとね、そろそろ上洛始まってるって感じだったらまずいかもしんないね。もう光秀も過労だし、そうね、ガンガン行っちゃおう。三好家はしかし援軍来るんだろうか。本願寺とかから来るかな。そうなるとちょっと怖いけどね。坊主集団が来るとね、鉄砲バンバク撃ってくるからな、あいつらは。この三井でのグラフィックはなんとかしてほしいな。ん？ああ、びっくりした。うちの援軍だね。そう、三井での頭で思い出したけど、三井でいじめの話を、まあ、前回しましたが、あれについてね、八神城での母親の処刑、貼り付けが原因じゃないのみたいな意見もありましたね。まあ、結構有名なエピソードなんですけど、まあ、光秀が、この結構後にね、旗野家を攻めたんですが、旗野家の降伏と引き換えに自分の母親を人質に差し出したけど、その信長が旗野兄弟を殺しちゃったせいで、その光秀の母親が、それの報復に、まあ、旗野兄弟によって殺されたと。まあ、今俺が言った感じじゃちょっと分かりづらい感じですが、まあ結構単純な話なんですけど。まあこれは、まあ俺としてはただの創作派を取ってますけど。というのも、あ？誰が来た今。まあというのもね、小和田哲夫さんの明智光秀っていう新書でね、はっきりと否定されてたのを読んだことがあるんで。援軍誰だ？普通になんかどっかの家のやつだな。忍者とかではない。三好氏に援軍で来るやつ、まあどっからでも想像つく。朝倉とかかな。どうだ、ちょっと早く見させてくれ。三好家、あ、三好家の別の軍団かが援軍に来たわけか。なるほど。あ、もう綺麗にあれだな、三好三人衆いるな。あ、長家生きてる。誰だこれ、一宮随派生、岩成友道、安永と長生き。そうね。で、こっちは、あ、そっか。備え大将軍団だったわけか。みな。あー、なるほどね。それは援軍にも来るわな。まあでも、備え大将だったら、そんなに恐れるに足らないって感じでね、いいんじゃねえかなと。で、まあその時の八神城、まあ、旗野家の拠点、引っ込むね。旗野家の拠点の八神城はね、落城寸前で、で、それで光秀がね、母親を差し出す意味があんまりないということで、こいつ倒せるな。一応なんか特技使うか。確実に勲功をものにしたい。号泣ぐらいでいいだろう。ほい。うわー、ダメだった。くそ、半分に取られた。あー、サミダレ打っときゃよかったか。ケチってしまったな。で、まあ、資料によっては、その光秀の母親を差し出したみたいな話は全然出てこないので、うん、まあ創作の線が強いんじゃないのっていう話ですね。で、まあそうだよね、本能寺の光秀の怨恨説を裏付けるための創作じゃないかみたいな感じで見られてる感じかな。まあよくよく考えたら意味わかんないからね、母親を人質に差し出す意味がよくわからんと。まあなんか言われてる感じだと、なんか信長にせかされたとかね、そういう感じでやっちゃったみたいな言われてるんですけど、まあその必要もないし、まあ光秀もその当時めちゃくちゃ頑張ってて、勲功はねかなり上げてた方でね、むしろ秀吉の方がね信長に怒られるような立場だったと思うんで、勝家の与力としてさ、勝家の配下についてたにもかかわらず、その命令違反して飛び出したりとかしてるんでね。それに比べちゃ三井では相当信長の意向のままに頑張ってたっていうタイプですかね。わあ、伏兵引っかかった。くそ厄介だな。あとね、これ通っていいだったのかってコメントがあったんですけど、そうなんですよ。九州の名門なんですよね、あれは。だから、その時の光秀の正式な名称というかね、名前は、これ通日向の神光秀が正式なんですよね。あ、どうしよう、これ。なんかあれやるか。
威圧これやってみようか。せっかく隣接してるし。おお、あーでもそうでもないな。やっぱこれ何人かで一斉に使いたいね、威圧はね。あれどこまで話したっけ。これとヒューガの神光秀っていうのが正式な名称なんですけど、これとが名字だからね。だから明智これと光秀って言ったらもうなんていうの、田中佐藤って言ってるようなもんだからね。すごい違和感があると。あ、どうしよう、こいついけるかな、安永いけるか。うん、これでまたいけるかっつっていけないとあれだから嫌なんですけど、サミダレだったらいけるだろう。よし、まあ三好家弱いね。そんな心配するほどではないな。まああとはもうカットかな。これはもう退却されるかな。できれば倒したかったけどね。まあまあこのまま白攻め続けて勝ちでしょう。よしよしよし、ちょうど回ってきたね。これはまあモグラ攻めでいくか。木攻めぐらいでも落とすような感じはしたけどね。よし、で二の丸と。あ、和議の使者、和議ね。あ、幸福か、マジか。もう一個ぐらいもう落としたかったな。これどうだろう、勲功ちょっとわからんな。結構どっこいどっこいな感じになりそうだね。1になれば100入るんだけど。あ、来た来た。あ、圧倒的じゃん。全然いけるじゃん。もう1個ってやっぱでかいんだな。よしよし。OK。で、これで上洛イベントでしょう。長野家滅亡。長野家滅亡ね。またちょっと長野家、飯加害に行こうぜみたいな。ん？お、上洛の儀について話があるとのことと。よし。いよいよだね、これは。二条を攻略し、京への道は開けたと。上洛いよいよでございますな。稲忠次。稲忠次、お前まだ若いんだからちょっと、前に出るな。アピールするな、自分を。朝日将軍、木曽義仲の二の舞とならぬよう、各隊今一度軍旗の引き締めを行っておけと。まあ、そうだな。毎日乱暴狼藉をおしがいなど働いた場合、この信長が打ち首にしてくれる。いいね。お前出てくんねえ、ちょっと。烏帽子の長さにびっくりしたじゃねえか。別の仕事を申し付ける。人心が定まらぬと。わしの言葉を考察、高札に記し、町の辻辻に立ててまいれ。辻辻って言いづら。織田軍の軍旗はこうと知れば自然と人心も静まろうと。縦札作りか。で、上洛の名目は吉明公の将軍擁立である。将軍任官の手続きは済ませてある。早いね、仕事が。お、菊亭春末に会い、将軍任官の宣示書をいただいてくるのだ。大役だぞ、これ。絶対光秀に任せた方がいいと思うんだけどな。では、解散。なかなか大役を命じられたね。じゃあ、京都行くか。ちょっと待って、その前にちょっと、ネネに話しとこう。飯も食いたいし。まあ、特に妻とのイベントはなしか。上洛に関してなんか話があるのかなみたいな。京都に引っ越すんですね、お前様とか。そういうのなしか。京都に行ったらお化粧道具を買うてくださいね、お前様みたいな。そういうのもなしか。都の大辻すべてに考察を掲げようと。なんだなんだ、なんて書いて、この町民女の可愛さがね、また何とも言えんよね。医者。こんな医者いたのかよ。兵は略奪暴行を一切禁ず、破る者は処刑する。わかりやすすぎるだろう。まもなく足利義明公を報じて織田信長様が上洛される。織田家の軍勢が都に入っても軍旗は掘れ、この通りじゃ。慌てることはないぞ。食い逃げもご法度ですかい。もちろんじゃ。信長様は約束を守るお方。もう京に登った大名たちは大抵何日か略奪を許すものじゃが、まあね、織田家は他の大名たちとは違うのを。全ての大辻に考察を立て終わりましたと。あ、そうか。で、また聞く手ある末から。これなんかあるのかな、ミニゲーム的な。
ないよね。うん。征夷大将軍認可の儀であるな。すでに主上より臨場いただいておると。ちょっとこれで菊亭春末と仲が深まらないかな。マロの役目なれば。マロって。二条城で殿をお待ちするか。いやー、いよいよか、上洛。うん。二条城。お。これ、復元されてなかったか、これ。二条城の、これ。あれ、これ当時のが残ってんのかな。あ、どっちだろう、わかんねえや。写真は持ってるんですけど。ね、あの、視聴者の方がくださった写真がね。殿お早いお月で。うん。立てましたよ。織田様、吉明公がお待ちで おじゃる。うん。吉明一緒に来たんじゃないのかよ。うん。大信長殿。義輝が死に将軍権も終わりと思っていたが、こうして再興されるとは夢のようじゃ。うん。我が父とも思うて頼りにしておる。これね、本当に我が父って呼んでたんだよな。気持ち悪いけど。これ義明の方が、年上なんじゃないの？実際どうなんだろう。そんなに年変わんないのかな。うん、慣例職は将軍を補佐する職と。本来は細川芝畠山の三家にしか与えられぬが、御三家だな。今回は特別にそちに就任していただくと。そのような職をいただくつもりはございません。うん、慣例では不駄にならぬか、副将軍ではどうであろう。ああ、まあ、何をもらったところで不駄にはならんな。まあ、将軍の座ぐらいしかな。うん、いや、信長の野望とかだと、将軍から役職もらうとね、ステータス上がるからね。ついついもらっちゃうんだよね、信長でプレイしててもさ。こう信長でプレイすると、役職はもらいたくねえなと思うんだけども、ついもらっちゃうんだよね、ステータスのために。帰る支度をせえ。もうちょっと京都堪能していこうぜ。誰かいないの？あ、いるじゃん。お、いるね。藤高仲良くしとかないとな。うん。こいつは強いからな、普通に。名前聞いたことあるか。これは強い。おお、やっぱり、期待通りの強さ。うん、足利家臣の父、織田家臣、忠興の父と、将軍義輝の大死後、その弟、義明を擁立すべく信長に接近と。後、義明と信長が不安になると信長に従う。うん、明智光秀とは親しい仲だったが、本能寺の変後は秀吉に心中していると。武芸はもちろん古今伝授、中世科学に通じた知識人であった。まあ、仲良くしとこう、これは。茶席。